誰もが応用可能で、お金持ちの人がどんどんお金持ちになっていった家に対する考え方とか使い方の話をね、今日は徹底してお伝えしたいと思います。こんにちは、矢野慶三です。幸運住まいチャンネルへようこそ。今日はですね、あなたの家は金運が上がりますかということで、お金持ちとそうでない人の家の決定的な違い5選という話をねしたいというふうに思います。このね、まず誤解がないようにお伝えしたいんですけども、お金持ちっていうのは、単なるお金がある人の話ではないということからスタートしたいと思うんですよね。例えば私が言っているお金持ちっていうのは、ビジネスとかプライベートの両方が本当に充実している幸せなお金持ちと言われている人たちだというふうに思ってください。なので不幸なお金持ちの話ではないということもね、合わせて知っておいてくださいね。そういった意味で、この幸せなお金持ちの話をベースにしたいんですけども、ただね、そういうふうに言うと、まあ、そういった人たちは特別だっていうふうに思っちゃう人もいるんですけども、そうではなくてですね、例えば私がお付き合いさせていただいている方の中でも、幸せなお金持ちになる前からお付き合いをさせていただいているような方も結構いるんですけども、そういった方々がですね、ですから、まあ、幸せなお金持ちになる前のようなところから家についてどんなことを考えていたかということに対して、実はね、結構共通の項目っていうか考え方とか価値観があるんですよね。でそこでですね、今回は家の大きさとかそういった側面ではない部分でですね、幸せなお金持ちの人が、家に対して何がどう違うのか、そして、すぐにね、あなた自身が活用できることも交えてお伝えしたいと思いますので、最後までご覧ください。そして、ね、動画の一番最後にですね、今回のワンポイントアドバイスというコーナーもありますので、最後まで楽しくご覧いただけると嬉しく思います。はい、そしてね、チャンネル登録まだの方もぜひね、このタイミングでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではですね、まずその1からいきましょう。その1はですね、〇〇が取れる家っていうのが根本的に違うって話からいきたいと思います。このね、〇〇って一体何かというと、疲れという言葉が入ります。なので、一つ目はですね、疲れがしっかり取れる家っていうのが、そういうね、お金持ちにどんどんなっていく人たちの家の特徴だということなんですよね。でこれね、具体的に言うと、家にいると元気になれるのか、それとも疲れてしまうのかっていう根本的な違いというところなんですよね。ここがね、すごい大切なところなんですけども、ちなみにですね、不幸なお金持ちの家は家にいるだけでだだ疲れするっていう特徴があったりするんですよね。なのでお金があるからいいとかそういうわけではなくて、幸せなお金持ちとかお金持ちになっていく人たちの家っていうのは、家にいるとどんどん元気になれるというふうな共通事項があるということなんですよね。ここ非常に大切なところで、そしてね、これね、ちゃんと聞いてほしいんですけども、そういった人たちが例えば小さな家とかアパートに住んでいた時から、その人たちの家に行くととっても気持ちがいいという経験を私たくさんさせてもらってるんですよね。そういったことから考えても、もしね、幸せなお金持ちにどんどんなっていきたいというふうに思っている方の場合は、どれだけ今住んでる家をですね、居心地よくするか、元気になれるか、疲れるような家にしないかっていうのがむちゃくちゃ大切だということをまず一つ目として知っておいてくださいね。はい、そしてね、その時その2なんですけども、必要なもの以外は家に置かないということもね、すごい徹底してるなっていう側面があるんですよね。よくね、私このデータ出すんですけども、一般の人はね、家の中に置いている持ち物が2万点ぐらいあるんですけども、お金持ちと言われている人たちはですね、だいたい7000点ぐらい、3分の1ぐらいしかないんですよね。なので私はよくですね、家の中のものを3分の2減らしたらちょうどいいぐらいですって話をしてるんですけども、ここで合わせてですね、しっかり聞いていただきたいのは、実は幸せなお金持ちの人たちはですね、徹底して必要のないものは家に置かないという、その意識がすごく強いんですよね。なので、なんかフラッと寄って衝動買いして帰ってくるということはほとんどしないということなんですよ。ここは大きなポイントなので、そういった人たちはですね、特に買うものはかなり吟味して購入するっていう傾向があるんですよね。もちろんね、こういうふうに言うと、そういった人たちってなんか気軽にバーンと物とか買わないんですかって言うんですけど、もちろんね、これ使ったら面白そうかなっていうので、試しで買うということをね、することもあるんですよね。ただその時には、それ試しで買って本当にこれ使えるかどうかっていうのを徹底的に、家に持って帰って吟味して使ってみて、そして確かめるということも合わせてやるという感じなんですよね。そしてね、もしね、不要だった場合はすぐに、ああ、これはちょっと自分の家ではあまり意味がなかったなっていうことで感謝して他の人にプレゼントしたりとか、またそれをね、人に譲ったりとかいうふうな感じのことをやったりしてるんですよね。なのでここがね、すごく大切だというふうに思ってみてください。はい、そしてその次その3はですね、
嫌いな家に絶対に住まないと決めているっていうのが、幸せなお金持ちになっていく人たちのマインドとしてあるんですよね。これね、本当に、すごく強くあるんですよね。嫌いな家なんかには絶対に住まないっていう、この意識がむちゃくちゃ強いんですよね。これね、小さなアパートに住んでいるような時からも、このアパートが好きっていう形で本当に住んでいるんですよね。ここのね、感覚の違い、特に、本当にね、こういう言葉をよく言われるんですよ。嫌いな家に住む意味がわからないとまで言うんですよね。これね、嫌味で言ってるんじゃなくって、先ほども言いましたけども、本当に、自分たちの住む家が小さかったとしても、嫌いな家じゃなくて本当に好きだと思えるところにしか住まないということを本当に意識してやっているということなんですよね。これはすごい大切なところで、なので嫌いな家に住まないということを本気で思えるかどうかが大きな分かれ道だというふうにして思ってみてください。はい、そしてその時、その4はですね、大好きな人とか物に囲まれているっていうのが、そういったふうになっていた人たちの家の特徴でもあるんですよね。例えば家っていうのはその人たちにとってどういう意味があるかというと、大切な人とか、大好きなもので満ちている場所だっていうのが、そういうふうな人たちになっていった人たちの考え方なんですよね。なのでここで大切なのは、大好きな人に囲まれているっていう話をすると、その人たちは、家族や住む人に恵まれているだけなんじゃないのっていうふうにして言う人がいるかもわかりませんが、実はそうじゃなくって、人一倍ね、家族関係とかを良くしようとして努力し続けている人なんですよね。努力し続けると必ず改善していって、そして本当に深い絆で結ばれる家族になっていくっていうことがあるんですよね。なので、その手前でもう自分には無理だと諦めてしまうっていうのが実は一番もったいなくて、なので1ミリでもいいので関係性を良くしようと、努力することが実はここに深くつながっていってるんだということもね、ぜひね知っておいてくださいね。そしてね、物に関してもこれ本当にそうなんですけども、1円たりとも無駄なお金は使わないっていうのがすっごい徹底しています。実際ね、そういう、富豪級の人たちの、家のね、設計とか、実際の、工事とかね、いろいろ管理で関わらせてもらったこともあるんですけども、本当にね、1円たりとも無駄なものとして、何かを買うっていう発想がなくって、全て、自分で、お金のものをね、どれぐらいこれにお金がかかるんかっていうことを把握して納得して選ぶっていうような感じのことをねされるんですよね。でその時に、ちょっとしたお金でもこんなものは言わなくてもいいかっていうふうにすると、逆にすごく叱られるぐらいで、まあ、それはもちろん当然かもわかりませんが、そういった人たちはそういうお金までそこまで気にしないんではないかなって私が一回勘違いしててね、すごい、まあ、手痛い失敗したことがあるんですけども、本当にね、1円たりとも無駄なお金を使わないという感覚が非常に強いなというのは、一般の人以上にそうだなという実感がありますね。はい、そしてその次、その5ですけども、その5はですね、来客の方に喜んでもらう工夫を徹底しているっていうのがあるんですよ。例えばね、玄関とかトイレはすっきりしていていい香りがするかっていうのを本当にやってるんですよね。これね、他の動画シリーズでも言ってるから重なって聞こえるかもわかりませんが、あくまでもこれね、来客の人に喜んでもらうっていう感覚がすごくあるということも知っておいてください。そしてね、リビングなんかも、もてなされて本当に居心地がいいと思ってもらえるようにするために、散らかっていないのも当然だし、あとはね、いい香りがするとか、そして見た感じがセンスがいいと思わせるようなこともしたりするんですよね。そしてね、それ以外にも面白いんですけども、さりげなくね、家の中に自分の自慢できる場所を作っていたりするんですよね。それはね、例えば玄関でもいいし、自分のライブラリーとかでもいいし、書斎があってもそういった場所でもいいし、リビングの一角でもいいし、どこでもいいんですけども、ここは自分の大好きな場所なんだっていうのをなんかね、嬉しそうに語っている。そうするとね、あ、この人本当に家が好きなんだなっていうのが伝わってきて、それがね、なんとかこうほかほかしたような温かい気持ちになるってことが生まれたりするんですよね。なので、ぜひね、そういった場所も作ってみてください。そしてよくね、言われるんですけども、お金持ちの人の家にはティッシュボックスを置いていないみたいな話がね、いろんなところで聞こえてくるんですけども、これはどういう発想で持ってるかというと、人を招いた時とかですね、あとは自分の思考をクリアにしたいとか、まあ、いろんな意味でですね、自分自身も含めて、お客様も含めて家が最高のもてなしをしているっていう形でですね、常に演出しているような形をしようとした時に、すごくね、家庭的なティッシュボックスがポンと置いていたら、そこでね、興ざめするっていうところがあるんですよね。なのでそういったことも含めて、ティッシュボックスは、すごい綺麗なデザインのものに入れていたりとか、目につきにくいところに置いていたりとか、まあ、そういった形の工夫をしているんだということなんですよね。まあ、そういった意味で、ベースにある考え方は、
その家が最高に居心地が良くて、自分も含めて最高にもてなしてくれるような演出を自分自身でやると、そういう感じだというふうに思ってみてください。はい、ということでね、今日の話いろんなところに飛びましたけども、本当にね、できそうなところから実践して実感するということをね、ぜひねやってみてくださいね。はい、そしてね、そうそう終わりになりますけども、よかったら、ね、今日の感想、コメント欄からどしどしお寄せください。毎回ねすごく楽しみに拝見してハートマークをね押させてもらってます。あとね、リクエストがある方もコメント欄からどしどしお寄せください。またね、リクエストは、動画で取りまとめてお伝えするということもやっていますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてね、私は普段矢野慶三公式 LINE っていうのもやっています。ここではですね、ここに挙げている5つの動画をプレゼントさせていただいていたりとかですね、あとはもう1本有料の動画をね、今ねプレゼントするということを やらせていただいています。興味がある方は概要欄の一番上に詳細が書いてますので、それを覗いてみてください。はい、ということでね、そろそろ終わりになりますけども、チャンネル登録がまだの方はね、ぜひチャンネル登録と高評価のグッドボタンをいただけると励みになります。はい、そしてね、一つお知らせがあります。私は普段幸せなライフスタイル研究所というオンラインサロンをやっています。このねサロンは有料でやっているクローズのサロンなので、だからこそここでお伝えできることっていうのは結構あったりして、そういったことを私がですねいろいろ書かせていただいたりしたりとか、あとはねオンラインサロンメンバーの個別の運気の活用法をお伝えして、毎月毎月活用していただくとどん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 運気が良くなるという人もね出てきたりしてるんですけども、そういったことをね提供させていただいたりとか、あとはね直接私に音声で質問ができる Q&A ライブとかもねやってるんですよね。興味がある方は概要欄の2段目あたりね詳細がありますのでご覧ください。はい、ということでね、最後になりますけども、今回のワンポイントアドバイスです。ワンポイントアドバイスはですね、やはり今住んでる家が嫌いだと思っている人がいたとしたら、1ミリでもいいので好きになる努力をする。そして今住んでる家が好きな人はもっともっと好きになる。そして家が好きなことをよかったら自分で誇らしいというふうにして思ってみてください。あなたの家があなたの人生を味方にするのか、それとも足を引っ張る敵になるのか、それはあなた次第だということなんですよね。ぜひそのことを知っておいてください。はい、ということでね、今日の話はこれで終わります。今日一日があなたにとって最高な日になることを心からお祈りしています。最後まで聞いていただいてありがとうございました。